日本海上自衛隊潜水艦の体制が22隻となり、当初長年の目標を達成し、通常動力型潜水艦ではもはや世界最強ではないでしょうか。原子力潜水艦を日本にも導入との声も上がっていましたが、もう必要なくなりましたね。原子力潜水艦これでしょう。今回は22隻潜水艦体制整う防衛省計画その先を詳しく深掘りしていきます。無人機での防衛体制を整えるべく、急ピッチで開発が進んでいます。日本の技術力って本当は世界最強だったのかもしれません。日本の規制が厳しいのでテストさえできなかったよ。2023年10月、沖電機工業社は、静岡県に面した内浦湾において、新たに、水中の音響を測定するための専用施設の運用を開始し、シーテックネオと呼ばれるその新施設は、今後の水中、水上無人機開発への大きな寄与が期待されている。沖電機工業社では、これまでにも、シーテック II と呼ばれる水中の音響を測定するための専用施設の保有、運用を行ってきた経緯を持つが、およそ4億円の工事費を投じて大型化させたシーテックネオの稼働を開始した状況である。シーテック II に比して、新型のシーテックネオは、相当数でおよそ30トンほど拡大され、350相トンとなっており、この大型化に伴って実験を行う機材を投入する間口も拡大され、様々な水中、水上の無人機の試験への対処能力の強化が図られている。これによって、AUV、自立稼働型の無人潜水機、ROV、遠隔操作型の無人潜水機、USV、無人の水上艇等、開発が加速している新型で大型化している各種の水中、水上用の無人機の各種の試験に対処する能力を向上させたと言えよう。今回、運用と稼働が開始された沖電機工業社のシーテックネオは、同社がこれまで使用してきたシーテックネオのリリースから、実に33年を経て実現されたものであり、日本の防衛産業にとっても明るい話題と言ってよいだろう。沖電機工業社といえば、1881年に創業を始めた日本の老舗企業であり、同社は OKI というロゴを自社製品に表記しており、それは、銀行等に設置させている ATM において、誰もが日常的に目にしたことがあるのではないだろうか。ただし、こうした沖電機工業社製の ATM 等に関しても、日本は諸外国に対して遅れているとは言われつつ、昨今はキャッシュレス決済も徐々にそのシェアを拡大させており、今後は台数の減少傾向は進むと思われる。沖電機工業社自体は、現在、圧倒的な知名度を誇る、こうした銀行等に向けた ATM 等の製造ではなく、その創業時には、現在の NTT、かつての日本電信電話株式会社に対して、電話交換機を主力製品として製造してきた企業である。現在でも、沖電機工業社は、こうした今は、民営化された NTT 系の多数の参加企業との取引関係が強固で、そこに向けた各種の情報通機器等のハード製品や、インターネット、その後の新たなネットワークに対応した各種のソフト分野にも、事業の領域を広げている。企業としての現在の沖電機工業社は、東証プライムに上場を行っており、旧安田財閥系の流れを組む、扶養グループの一角をなす企業であり、2022年3月期における売上高は、連結で3520億円強、経常利益も、連結で77億円弱を計上している。日本の総合電機企業で最大の規模を誇る株式会社日立製作所の売上がおよそ10兆円以上、第2位の三菱電機社が同4兆円を超過する規模であることを勘案すれば、沖電機工業社のそれは決して巨大企業とは呼べないかもしれない。しかし、沖電機工業社は、前述したように、銀行等の ATM に代表されるメカトロシステムや情報通信関連の事業に止まらず、プリンター事業や各種の社会インフラ関連事業、そして防衛関連の事業へと領域を広げている。各種の社会インフラ関連事業としては、
地方自治体に向けた防災無線システム等も手掛けており、具体的には、消防用の無線システムや河川の状態を常時モニターし、安全を管理するシステム等の製品を広く提供している状態である。そして、今回の水中の音響を測定するための専用施設である CTEC、NEO 等は、防衛関連企業に該当するわけだが、この分野では、潜水艦用のソーナーシステムや、対潜哨戒用のソノブイなどに進出しており、一定の存在感を示し続けている。太平洋戦争後における日本の防衛産業は、敗戦国として、新たな日本国憲法との兼ね合いもあり、かつては武器輸出三原則、現在は、それを緩和した防衛装備移転三原則が、2014年に、新たに、閣議で承認を受けたが、基本的に海外輸出が規制されている。そのため、日本の防衛関連産業の取引先は、必然的に、陸海空の三自衛隊のみを、主要な対象とすることとなり、おのずと、その予算に基づいた発注数量そのものが限定されることは避けられず、事業としての採算を合わせることは非常に困難とされてきた。戦後の日本の防衛産業の劣る三菱重工業者も、企業としての総売上高は4兆円を超す規模ではありつつも、防衛産業という事業分野における利益は他の事業に比して少なく、いわば滅私奉公的な国への貢献を前提としていると言われて久しい。かつては防衛産業の一部を担っていた日本企業の多くが、旧ソ連の1991年の自然崩壊以後に、それまでの冷戦構造下で継続されてきた発注量、発注額の減少という厳しい事態に直面し、その分野からの撤退を余儀なくされていることも記憶に新しい。そのよう、中で、決して巨大企業とは言えない沖電機工業者が、防衛産業関連の事業を継続していることは、非常に稀なケースであり、同社のこの分野での貢献に対し、改めて今を生きる日本人として、個人的には、感謝の念を禁じ得ない。沖電機工業者は、従来の CTEC II の保有、運用において、子会社の OKI コムレコーズを通して、海上自衛隊向けのソーナーシステムを手掛けており、今回リリースされた CTEC NEO でも、同様の活用が想定されている。今回リリースされた CTEC NEO は、全長約 30.0 メートル、幅約 13.0 メートル、全高約 5.0 メートルの大きさがあり、静岡県の沼津市の内浦湾沖のおよそ約400メートル、水深およそ32メートルの位置に設置されている。CTEC NEO は、自力で航行することはできない固定型の橋桁であり、専用の船舶によって曳航されて、今の位置に係留されており、そこは、悪天候時でも風や雨、また、波浪の影響も極力受けにくい場所であるとされている。この CTEC NEO 自体は、宮城県の塩釜市に本拠を構える東北重機工事社が製造を担当したもので、近年大型化が進む各種の、ソーナーや、AUV 自立稼働型の無人潜水機等に対処するためと、CTEC II の老朽化対策で実用化されたという。CTEC NEO の運用を担う OKI コムレコーズ社では、昨今の各種のソーナーや、AUV 自立稼働型の無人潜水機等の大型化は、防衛関連向けのものに限らず、民生品でも、その傾向が強いと述べており、その需要への対応も打ち出している。当然のことながら、CTEC NEO を使用して、OKI コムレコーズ社で行われる、各種のソーナーや、AUV 自立稼働型の無人潜水機等のテストの実施は、沖電機工業者関連の製品を対象としているが、要望があり折り合いがつけば、他社製品の実施も検討する方向とされている。OKI コムレコーズ社は、自社のホームページ上において、CTEC NEO を使用する内容を、エンジニアリング事業の一つに位置づけており、日本国内に存在する唯一の固定型の橋桁として、水中音響の計測の効率向上と、高精度で、再現性の高い測定を謳っている。今後の軍事分野においては、航空機をはじめとする無人機の必要性は、今も続くロシア・ウクライナ戦争でも顕在化しており、水上、水中の分野においても、ますます重要度を高めていく方向へと向かうことは、まず、間違いない。ことに、日本は、四方を、
広い領海と排他的経済水域に囲まれた海洋国家であり、沿岸域のみならず、遠洋でも運用可能な水上、水中無人機の開発は必須事項と考えられるため、シーテックネオが有効活用されることを願ってやまない。